ジム・フォガティはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコ出身のプロ野球選手。右投げ右打ち。創設したてのフィラデルフィア・フィリーズで活躍し、1889年にナショナルリーグ登塁王となった。1884年、創設間もないフィリーズからデビューする。当時監督だったハリー・ライトはフォガティの足の速さを買って外野手に起用するようになった。 デビュー当初は、打率が2割台前半、出塁率も3割に満たなかったが、3年目の1886年から、支球をよく選び4割近い出塁率を記録するようになった。この年から、投塁数が記録されるようになり、1886年こそ、投塁数は30だったが、翌1887年には、リーグ最多の82支球と、リーグ2位の102投塁を記録した。 その後1889年にリーグ最多の99盗塁を記録し、盗塁王となる。現役最後の年となった1890年は、プレイヤーズリーグに参加し、打率239と36盗塁を記録している。メジャーでの実動は7年で、盗塁の記録は残っている5年分だけで、通算325個を記録している。 1890年シーズン終了後に結核を患い、翌1891年5月に27歳で死去した。順位は年度最終順位。ありがとうございます。